イニーゴランダルセイニーゴランダルセインチャウラガ、イネゴランデルズインケサラガ、1977年5月9日台、は、スペインビスカヤ県、ゲチョ出身の自転車競技選手。バスク地方のビスカヤ県、ゲチョ出身。2001年に、エウスカルテルエウスカディと契約を結んで、プロ転校。イゴドーチームに在籍。2005年のドーフィネリベレにおいて、総合優勝を果たした。 しかしその後、テストステロンの異常数値が判明したとの話につき、ドーピング違反に当たるとして、同年のツールド・フランス完走後、スペイン自転車競技連盟より、レース出場禁止処分が下された。しかし2006年6月4日、スポーツ仲裁裁判所が、可能性があるとした見解を出しながらも、テストが行われた、研究所において、手続き上の誤りがあることが分かり、 また国際自転車競技連合もドーピング違反に対する立証ができなかったことから、ランダルセの出場禁止処分を解き、同年のツールドフランスへの出場を強化した。2009年7月17日、持続性リースロポエチン需要体活性化剤要請が認められたとして、UCI は出場停止処分を課した。ありがとうございます。